身女北海は他なく字なし、字他がない。急に総選と要せばただ不二という、ということで意訳をまずご覧ください。神女の北海、真理の実在世界は分別を離れているので、分別で生じる他もなければ字もない。一つの命っていうことは、それを分ける働き、人間の分ける働きがなければ他も字もないんですね。ですから神と私とか仏と私とか、そんな差別はないんです。それは人間が頭の作り事として考えているだけで、そんなのも手放してしまわないといけないということで、そういうことを考えているうちは分からないんですね。神とか仏とか、あるいは本性とか全体生命とかセルフとかね、そういうのは分からない。考え、遊び事の対象になっているだけなんです。急にどうしてもそれに相応する表現が必要というならば、ただ不二というより他はない。肯定的に言うと間違うんですよ。神っていうと神じゃないものがいるでしょ。人間とかって考えるでしょ。ですから二つはないっていうより他ないんですね。不とか非とか否定形で言うより他ないんですね。なんとか表現しようと思うと。それでまあ、ベータの方では有名なネーティネーティ、これにあらずこれにあらず、あらずあらずって言われますね。とにかく否定するより他ないんですね。命そのものには自他という作り事である観念はない。命そのものがあるだけで、自分とか他人とかそんなものはないんですね。そこをあえて家というのなら不二、自とか他はないっていうんですね。それで僕、自他不二一如って、まあ、しばしば言うわけですね。不二というより他はない。無限の大いなる一つの命の不思議な珠玉、全体宇宙生命は前に述べたように分割できないものですから、これ分割できるのは人間の頭の作り事としてだけなんですよ。ですからそういう思い手放すと分割はないんですね。ただ不二というのです。この不二を無限分割しているのは、分けることができないものを無限にね、無数に分割しているのは自分の頭の作り事。この頭の作り事をしているのはその前の自分ですから、自ら分けるっていう字ですね。自分ですから、その自ら分けている自分というものに気づいて、それを解消すれば不二と一体になるっていうからくりがあるわけです。そのからくりのためにアートナ・ヴィチャーラとかアーナ・パーナ・サティとかの段階的な修行、あるいは直接的な修行があるということなんですね。どうして仏教とか、あるいはヒンズー教、あるいはベーダにね、不とか非とか中国語日本語に訳すと出てくるんだろう。それは否定的に言わざるを得ないっていうことなんです。言葉で表現する限りはね、そうじゃないっていうより他ないんですね。これだっていうと、それと対立するものが出てくるんですね。否定形を用いると対立がないんだけども、まあ、分別好きの人には意味がわからないので、善とか何とかはよくね、分かりにくいとか言われるでしょ。頭で考えるから分かりにくい。考えなければ別にどうってことない。皆さんが熟眠しているときは対立ってないんですよ。国の世界に生きているけども、それをもう確知できないのは熟眠という性質ですので、熟眠したって悟りは得られないんです。国は、否定形は得られてもね、全体生命、不二の生の命そのものを確知することはできないんです。残念ながらね。でも熟眠っていうのは非常に近いんですよ。悟りに非常に近いところにあるんですよ。ですから、無に夢を見ているときと熟眠と、それから目覚めと、その三つよく研究してみてくださいっていうことなんです。ホームページでも僕書いておきましたが、皆さんが寝てるときにはね、その三つがこう交錯してるんですよ。ちょっと目覚めたりね、夢見たり、それから夢見ずに熟眠に陥ったり、またちょっと夢見たり目覚めたりって、ものすごくそれ交錯して、一晩経ってああ寝たなんて寝ぼけて起きるわけですよ皆さん。ですから夢に気づき始めたりね、ちょっとした目覚めにも気づくようになると、シャバーサナ、あるいは寝ている姿でのこの目覚めね、日中の目覚めと一緒です。ああ目が覚めちゃったなっていうのは、そういう目覚めと、夢見ているときと、それから熟眠ね、その三つが交錯しているのに気づけるようにならないと修行は深まらないと思います。それぐらいの気づきがないと、まあ一晩眠れなかったとか、いびきかいて寝ててもああ眠れなかったとかいう人たちいるでしょ。うちの母なんかそうですよ。居眠りばっかりしててさっぱり眠れないって言ってるけどね。
だから気づきを夜の世界に入れていくっていうことですね、まずはね。そうしたならだん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 この踏みに近づいていけるっていうことです。まあそれを起きている時にやるのがアーナパナサティとか、まあヨガの瞑想とかですんだよね。だってヨガの瞑想だってそうですよ、皆さん息の観察して他のことを何にも知覚していない時間帯もあれば、今度は考え事している時もあれば、野村さん、水田さん、安福さんあたりはよく居眠りしてるでしょ。これは熟眠に近い状態ですよ。熟眠してるでしょ、居眠り。考え事してるでしょ。で、目覚めて、僕が何か喋ると、ちょっと目覚めて息の観察する。夜のあれと一緒ですよ。ちょっとした目覚めと睡眠と、それから熟眠とね。中村さんなんか姿勢いいからぐるっと頑張ってるけども、ちょっと眠くなると姿勢いいままちょっとカクンとなってまた起きたりとかって、まあ僕後ろにたまたまいるもんでね、皆さんのあのその3つの状態交錯してるのよく見えるんですけどもね。まあだいたい居眠りの姿勢最初から取ってるのは野村さん、水田さん、安福さん、岩井さんはやや前傾姿勢ね。で一番いい姿勢なのは瀬川さんと中村さんで、おそらく一番居眠り少ないのは瀬川さんですよ。中村さんも少ない方だけれども、時々おそらく緊張で夜睡眠時間家にいるよりは十分じゃないだろうから、腰入ったまんまカクンカクンってやってるもんね。岩井さんはだん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 前傾に近づいて、野村さん、水田さん、安福さんにこう近づいていくけども、今の3人よりは基本的には岩井さんの方が姿勢はいいね。頭の中はどうかわかりませんがね。新人名30番。真如北海は他なく自なし。急に相応線と要せば、ただ不二という。真如の北海、真理の実在世界は、分別を離れているので、分別で生じる他もなければ自もない。急にどうしてもそれに相応する表現が必要というならば、ただ不二というより他はない。命そのものには自他という頭の作り事である観念はない。頭で自分という観念を作るから他が出て、自他があるように思われるが、そういう分別をしなければ、命そのものには分別、観念はないのである。ですから、self、命そのものは is である。the only one、唯一のもの、一者とも言われますが、二がない一者、全一生命である。そこをあえて言葉で言えというのなら、不二というより他はない。不二というのは、ア・ドゥバイタ。ドゥバイタは二ですね。アは否定句ですから、ア・ドゥバイタというのは不二ですね。で、もっとわかりやすく、不二一元、たった一つとかも言いますが、その一元というのは、the only one。にあたりますね。あえて言うのなら不二というより他はないけども、実際には言葉を超えていますから Beyond Words、 言葉を超えている。言葉を超えているということは思考を超えているということですから、それは言葉がない静寂、完璧な静寂である寂木、マウナ。アドバイタというものは、不二というものはマウナ、言葉を超えた、言語を絶した弱情である。弱情というのも言葉なんですがね。まあ、そう言ってみるより他はない。不二というより他はない。ということを、まあ、ヨーガなんかの修行者の、修行している方々のためにですね、アドバイタ・マウナと言い換えてみたんですね。まあ、それを覚知するのは、アートマビチャラか、バクテしかないと。ラマナマハルシは言っておられますね。思いの出所の探求による自分意識の破壊か自己の明け渡し、自分意識をより高次のもの、
つまり The Only One であるセルフに明け渡す、そのどちらかしかないとマハルシは言っておられますね。